モータウンカフェは、モータウンレーベルの音楽をテーマにした、アメリカ合衆国のレストランチェーン。店舗内には、ストディオイスが造形した金色に輝くモータウンのスターたちの像が置かれ、壁面は様々な衣装など、メモラビリアで飾られていた。また、メニューもレコードジャケットのデザインを流用するなど、モータウンサウンドを前演奏を交えて聴きながら、食事を楽しむ場所として演出されていた。 テーマレストランが流行していたアメリカ合衆国において1995年9月ニューヨークに最初の店舗を開店。一時はラスベガス、オーランドにも店舗を構えたが、その後は閉店が相次ぎ最後まで残った仙台店も2005年7月に閉店した。モータウンカフェの原型となる構想は1980年代。 後半からベリーゴーディの周辺に存在していたとされる。1995年の開業時には、総事業費は500万ドルは、レーベル関係者の出資に加え、ボストンプロパティーズや、当時モータウンを参加に収めていた、ポリグラムが資金を提供していると報じられた。開業当初には、4年間で20店舗以上のチェーン化を目指すことが表明されていた。1995年9月、 ニューヨークに最初の店舗が開店し、続いて1997年1月にはラスベガスのニューヨークニューヨークホテルカジノに2号店が開店した。さらに1999年にはユニバーサル・オーランドリゾートのシティウォークに新店舗が設けられ、開店記念パーティーを1月17日に開催したが、関係者の揉めごとで正式開店は遅れた。こうして、 一時は、ニューヨーク、ラスベガス、オーランドの3店舗が運営され、日本への進出の可能性も話題になったが、チェーン展開は、当初の構想には遠く及ばない規模にとどまった。やがて、ニューヨーク店が1999年5月16日に閉店し、ラスベガス店も2000年10月22日に閉まり、最後まで残った、オーランド店が2005年1月に閉店して、 営業している店舗はなくなった。仙台店が入っていた JR 仙台駅東口の E ゲート。ファサードにマイクの看板が残る。日本へは台東と提携して進出した。2000年4月27日に JR 横浜駅西口のゲームセンターの4階から6階に横浜店が開業。同年11月28日には、 開業したばかりのゼップ仙台に隣接した JR 仙台駅東口直結のい、e、いゲートに仙台店が開店した。しかし、横浜店は長続きせずに2001年10月18日に閉営店。仙台店は店の目の前の仙台駅東口駅前広場において仙石線地下化開業の後もオムニバスタウン事業に伴う工事が続く中で営業を続けた。 2004年のプロ野球再編問題の結果、新規参入が決まった東北楽天ゴールデンイーグルスの歓迎祝賀会の会場になるなど東口では目立った飲食店であったが2005年7月30日には閉店した。モータウンカフェは1995年にアメリカで開業した時から東京への進出を構想に持っていたとされるが実現しなかった。ありがとうございます。